サージタンク、超圧水槽とは、流体の過剰な流入量を一時的に蓄えることで、流量を緩和して、増減を平準化することを目的に備えられる各種の貯槽類に与えられる、工学全般における一般的な名称である。ブルーリッジダムのサージタンク、作発電所のサージタンクダムや、水力発電所、 ため池に接続される、用水路の末端に設けられる大型のタンクである。サージドラムと呼ばれることもある。容量に余裕を持たせた、サージタンクの中に一定量の液体を満たしておき、取水施設の何らかの異常によって、急激に流量が増えた際や、発電機側のタービンが急停止した際、また、逆に流量が減少した際などに、水力を動力源とするシステムに、 急激な水圧変化による悪影響を与えることを避ける効果がある。急激に流量が増えた場合には、サージタンクに水を導き、発電機などに過負荷がかかることが防止できる。逆に出水量が減少した際には、サージタンク内の水で補うことで、発電機の回転数の低下を予防できる。流量の変化を妨げないためと、急激な圧力変化から、 施設自体を守るため、タンクは密閉されない。工業技術においては、行動外の排水ポンプに、小型のサージタンクを設けて、用水圧が常に一定に保たれている。フェラーリ550マラネロの自然吸気、V 型12気筒に装備された、サージタンク自動車の内燃機関において、吸気系に設けられた大型の空間を、サージタンクと呼ぶ場合がある。基本原理は、 空調設備などで用いられるプレナム室と同じものであり、複数気筒への空気の供給量を均等化する目的でこのような構造が用いられる。特にターボチャージャーやスーパーチャージャーを搭載した車両では、サージタンクの大きさや形状が安定したブースト圧を各気筒に供給するための重要な要素となり、ターボチューンを進めていく際にはより大型のものに、 交換されることも多い。B-777 のサージタンク主翼の左右端にサージタンクが設けられている。大型旅客機のサージタンクはインテグラルタンクの左右翼端に設けられることが一般的である。日本航空広報部編、最新航空実用ハンドブック、航空技術、営業用語辞典兼用朝日ソノラマ、2005年1月31日。 ISBN4-257037059 ありがとうございます。